はい、にわっち、どうも、にわとりにわ。はい、さて今回はですね、まあ、筑前煮というか、煮物を作りたいと思うにわよね。最近ね、にわね、たまになんか無性にね、ああいう煮物的なものを食べたいなと思う時があって、ああ、にわも年をとって、なんか食べるものの好み変わったんかなとも思うんやけども、まあそれは置いといて作っていきたいと思います。でね、まあ、その食べたくなった時に何回か作ったにわよね。で、そうして食べてみて、まあこれは別に入れなくてもいいんじゃないかなっていう具材が何個かあったので、まあ普通に作るとこちらね、こちらの具材を使うんやけども、今回はここからこれらの具材を省いて、で、代わりにこれらの具材を入れて作っていきたいと思います。なんとなくね、庭が入れたら美味しいんちゃうかなと思う具材にはね。それでは早速、レッツアニワッチング。ここということで、まずはこちら、レンコンくんにはね、やっぱレンコンはね、煮物には欠かせないかなって歯応え的にもね、思います。それではまずこの皮をね、ピーラーで剥いて、切っていきますね。今回のこのレンコンくんはね、なんか特売で 100g50 円とかいうね、かなり安い感じで買えて、大変お得でしたね。これ結構でかいけど、200円ちょいぐらいだったにはね。はい、皮剥けましたら、ちょっとね、この表面を薄く、ね、ちょっと剥いて綺麗にして、で、こっちのお尻の方もね、ちょっと切ってあげて、で、ちょっとまあ中を洗いましょうかね。しかし、レンコンって不思議なものになるね。これって、ハスの葉の根っこやっけ？まあ、あんまり詳しくないんやけど、不思議にはね。うん。そしたら、まあ、食べやすい大きさにね、切ります。4分の1ぐらいにカットして、あとはまあ、輪切りにはかね。切ったそばからね、鍋にぶち込んでおきます。結構でかいから、ね、もうこれだけで鍋の3分の1ぐらいレンコンになっちゃったんだよね。はい、次はこちら、椎茸にはね、やっぱ椎茸は欠かせないにはね。よいしょ。でね、なんか、一個だけね、なんか本当に松茸みたいな椎茸があるにはね。うん、椎茸の形も結構いろいろあるにはね。これポンって出されたらちょっと松茸って思っちゃうにはね。では、軸と傘の部分を分けて、で、まあ、半分とか、小さきゃ半分で、大きかったら4分の1とか、切ってぶち込みます。で、この軸もね、普通に入れますね。お次はね、こちら、山芋にはね、あのね、本当はね、里芋にはよね、やっぱりね、煮物といえば。でも里芋がね、なんかすごい今高いにはよね、一袋400円ぐらいして、400円だったらなんか違う材料買うわと思って。で、この長芋くんはね、なんか半額で安かったし、なんかこの前長芋を使ってなんか料理した時に、なんか煮てもいいよみたいなコメントあったので、ちょっと里芋の代わりということで、こいつをね、入れて煮ていきたいと思うにはね。ではこいつもピーラーで皮剥きましょうね。はい、でも皮が剥けたら適当な大きさに切って鍋に入れましょう。どうなんやかね、長芋煮たことはあんまりない気がするから、庭的にちょっと予想がよくわからん。煮たらこの粘り気はどうなってしまうのか。カッコー。んで、まあちょっと火にかけとく庭かね。本当はね、鶏肉を使うときは鶏肉をまず炒めてから野菜入れて、で、まあ、その野菜も軽く炒めてから煮るみたいな感じなんやけど、今回肉使わないからね。まあ、炒めなくてもいい気もするけど。まあまあ、ええやろ。で、今回のね、ちょっと珍しい具材として、ホタテにはね、生ホタテ。こちらも入れていきたいと思ってるには。なんとなくね、なんか、入ってたら嬉しいやろ。で、ホタテは、なんか黒いところ、まあ、うろって言うんやけど、あそこだけ取れって書いてあったけど、これも取ってあるにはかね。これ？これのことなの？よくわかんない。まあ、一応なんか怪しそうなのは取っとくにはかね。うろさえ取ってしまえば、ホタテはなんかもう全部食べられるみたいな書いてあったにはね。は
い、一応なんか黒っぽいところは取れました。ね、でもう一つのスペシャル食材としてこちら生の、スケソウダラの卵だったにわかんねえ。これもまあ煮つけたらね、卵の煮つけ美味しいし、えんちゃうと思って買ってきたにはね。これの下処理的にはなんかくっついてるから半分に切って、で単体でなんか煮物にするときはね、輪切りにしてからなんか表と裏をひっくり返して花が咲いたような感じにする、まあ、してから下茹でしてみたいな感じだったけど、まあ、今回はこのまま煮ちゃえばええんちゃうかな。はい、こんな感じで、コッコちょっとこれほったらかしにしてね、貝とかの下処理してたらそこがちょっと焦げちゃったのはね、わかるかしら、だいぶ焦げちゃったのはね、まあええわええわ。で、まあ、軽く炒めたらというか、まあ全然炒まってないよね、まあええやろ。ホタテくんと卵も入れます。でね、味付けはね結構簡単で、まあ、この白だしとかをね水で薄めて入れてやれば割となんかそれっぽい味になるんだよね。でここに書いてある分量だと、煮物はこの白だし1対水4から5って書いてあるにはね、で砂糖少々と。でもね今回あのホタテくんがね割と出汁出ると思うから、まあ1対6とかでもいい気がするにはよね。ということはこれを50入れて、でね白だしだけだとやっぱりなんか白だしって味になっちゃうので、昆布つゆも入れましょう。これも50ぐらい、はい、これを1とすると、あと 600ml の水を入れればいいのかね。はい、水500、だし100、あでもねもう結構水いっぱいになってるからこんな風にしとくにはかね。これ1回煮た後ね、この汁を、まあ、蒸発させるためにしばらく煮なきゃいけないんやけど、汁が多いとねそれも多くなっちゃうのにわからんね。で砂糖はもう適当に入れちゃいます。小さじ、ちょっと多めみたいなを2回、感覚にはね、今の長年培ってきた感覚でやりました。でまあちょっと混ぜてあげて、火つけて、ちょっと落とし蓋的な感じでアルミホイルかけて、真ん中にちょっと穴をスッと開けて、でまあしばらく煮るにはかね。コッコあのね最初ね沸騰するまでは割と強火で温めてて、ちょっと目を離したらねめっちゃ吹きこぼれてました。目を離しちゃいけません、強火の時はね。まあね、こんぐらい火通ったらもう落とし蓋もいらないでしょ。というか今回やっぱり汁が多いから落とし蓋いらなかったかもしれない煮はね。これもう煮物じゃなくてスープなんよね。だからこっから頑張って煮詰めて汁のかさを減らしたいところにはね。うん、ではまあじっくりと煮ていきます。コッコはい、かれこれ、まあ、結構煮たんやけども、まあ、未だにね汁はなみなみとあります。やっぱね今回汁が多かったにはね、2分の1で多かったにはね。でまあもうね皿に盛るときに汁入れなきゃええかっていう結論です。で庭的にね煮物ってなんか冷めてた方が好きなので、まあ冷ましましょう。コッコはい、でまあ冷めて盛り付けたのがこちらになります。まあ見た目はねちょっとなんかいろんなもの入ってて綺麗ってわけじゃないけど、まあ賑やかにはね、煮物はまあこんなもんにはよね。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。じゃあまずは卵からいきたいと思うには、はい、卵ね、いただきます。うんうんうん、魚卵久しぶりにはね、まあ、魚卵ってやっぱ美味しいにはよね。でもあんまり食べるとねあれやから、そんな頻繁に食べられないけど、たまに食べると本当に美味しいにはね。で次はね、この長芋、これ煮たらどうなるのかちょっと気になってたのでいただきます。はん、うん、もう粘り気は完全になくなってるにはね。でかなり柔らかいには、で味はね割と里芋っぽい感じがするから、
まあ、代用品としては全然ありにはね、里芋の代わりになるにはね、これは意外、里芋より全然安いし、うん、いいかもしれない。で、あとはホタテにはかね、うんうん、ホタテ、うん、噛むとね、ホタテの旨味がふわっと広がるし、煮物に合うにはね、思った通りには。まあ、あとはね、みんな食べたことのある具材やから、まあ感想はいらんやろ。それではあとは黙々と食べます。米返しコーナー。ラーメン祭創作部門にこっそり参加すれば、創作部門なんにはこれ、虫ったら虫がいたんですね。さすがに無視できなかったには、手回しの遠心力で水を切るみたいな調理器具がすっごい便利、あれって効果あるにはね。ビニール袋でもええやん。それはさすがに穴開いたらマヨダレドバドバやぞ。サラダパスタと同じなんやな。ラーメンのスープと違って麺にまとわりつくから、パスタ麺でもラーメンサラダ作れるかもしれないにはね。ニワトリさんは猛禽類、肉食系ニワトリ、ソースかけてから具材の方が、確かに、でもどうせ混ぜちゃうから、栄養バランス良くてええな。これいいにわかんねえ。これ冷蔵庫から出したばかりだと失敗することはある。でもレシピに出したばかりの卵って書いてあったんごいよ。多分中心部に火が通るのを遅らせるためにはね。ラーメンサラダかっこ低カロリーとは言っていない。ラーメンだから仕方ない。これ冷やし中華のごまだれ味なのでは。まあそんな感じにはよ。学校の給食にあったサラダみたい。よくいちご味のチーズと一緒に泣きながら食った。懐かしい。いちご味のチーズ、美味しそうには。昔ほんの一時期いい感じだったやんけ。過去には帰れないものには。毛玉取りなさいよ。部屋着やし、ええやろの精神。指がふくふくしてるね。明日からダイエットするから覚悟しておくには。冬に備えて脂肪を蓄えてるんやろ。もうがっつり冬来てるにはけどね、北海道。なんだそのエロい動き。手を動かすだけでエロいと言われるニワトリ。殻も若干溶けるんだっけ。すさんでコマ。不飽和脂肪酸が多いやつは食べても脂肪に変わらんのや。ごま油やオリーブオイルオイルなんかは逆に健康的なんだで。コマ、まあ、サラダ油よりオリーブオイルの方がいいってことには。霞なら無限に食べれるで。ちょっと口の中が湿るだけやん。はい、ごちそうさまでした。うん、味付けもね、本当になんかちょうどいい感じで美味しかったにはね。割と適当にしたけど、なんとかなるもんにはね。で、まあ作るのね、そんなに難しくないし、まあ、野菜もね結構いろいろ取れるし、まあアレンジもね自分の好きな食材入れられるしということで、なかなかね煮物いいにはね、体にも。みんなもなんかオリジナリティ溢れる煮物を作ってみるといいと思うにはね。そんな感じで今回は終わりたいと思います。それでは、あぱいぱい、あにわっちにわっち。前回の動画を宣伝してくれたかわいこちゃんたち、クレジット。